こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、太陽神のヒーリングを行いたいと思います。今ですね、私が住んでるところっていうのは太陽神が生まれたところって言われてまして、スーリア寺院っていうお寺があるんですね。これは太陽神を祀っていて、この場所っていうのはそのスーリア、コナラクっていうんですけれども、コナラクっていうのは太陽っていう意味なんですね。で、ここの場所っていうのはその本当に聖地で、太陽のね、神様が、生まれたところになりますので、その太陽のエネルギーとものすごいつながっていて、まあ、結局その太陽っていうのはその、まあ、宇宙の中心であり、グレートセントラルサンとか、その創造主とかそういったものに結局直結してるってことなんですね。で、このエネルギーを受け取っていただくことによって、やっぱ自分自身のその光っていうのがすごい強くなっていくのと、やっぱり創造主とかソースとか、そういったところのつながりが強くなると思いますので、今から、ここのね、スーリア、太陽神とつながって、このコナラクの地で、皆様にヒーリングを行っていきたいと思います。ちょっと見えるかな、まだね、夜明けにはな、ちょっと少し明るくなってきてるの分かるかな。日の出が出るといいんだけど、ちょっとじゃあ今から行きますね。それでは、リラックスしていただいて、軽く目を閉じてください。自分の呼吸の中に入っていきます。はい、それでは、今から太陽神のスーリアとつながっていきたいと思います。皆様はそのままリラックスしててください。あ、来ましたね。すごい暑い。うわ、すごいな。これ今、来たものなんですけど、ちょっとヒーリングの前にみんなもつながった方がいいみたいなので、太陽神とつながると意図してください。太陽神スーリアとつながると意図してください。もうこう意図しただけでこう背中のあたりがブワーっていう感じで、すっごい熱くなってきましたね。すごいね。はい、じゃあ、そのまま意図していただいて、太陽神スーリアとつながってください。で、今から私は、皆様にヒーリングのエネルギーをお届けしていきますので、そのままリラックスして受け取ると意図してください。すごいな。まあ、エネルギーが流れているところになりますので、そのまま感じていきましょう。そのまま受け取りながら聞いてください。ちょっとメッセージがたくさん降りてきています。私たちはその太陽とつながることっていうのは、自分の本来の自分とつながるということもそうなんですけれども、太陽でつながるみたいなんですね。要は全てはこう太陽とつながることによって全てとつながることができる。古来から
みんな太陽信仰なんですね。太陽を崇拝してきているのは太陽の中に、全てとつながる、これはその地球だけではなくて宇宙ですね。宇宙の全てとつながる要素がこの太陽の中にありますので、太陽とつながっていくことによって宇宙全てとつながる、本当のこのエネルギーですね、宇宙の、ソースのエネルギー、創造主ソースのエネルギーと同調することが一番できるものというのが、この地球の中で感じるものとして太陽にあるみたいなんですね。それを言っている感じがしますね。そして、それとつながることによって、自分の中の太陽、自分の中のこの光ですね、本当の意味でのエネルギーですね、太陽っていうことよりももうパワフルなエネルギーと同調できる自分自身の本来のね力、無限のエネルギーとつながることができるみたいなんですね。なので、太陽っていうのはねどこでもこう出てますし、毎日毎日出てますから、でどこにいてもどこでもつながることができますので、太陽とつながっていくこと、それによって、自分自身の、光とつながる本当のエネルギーですね、源と同じパワー、さらにもっと強いパワーみたいな感じで、それを感じるのが太陽だから、昔古来からの人々は太陽を崇拝している。それで太陽を崇拝していた太陽信仰の、それぞれのこの地球の場所っていうのがね、こう全てあるみたいなんです。日本でしょ、ここコナラクもそうですし、エジプトもそうですし、マヤもそうですね。あと、まあ世界各地にそういうやっぱりその太陽信仰っていうのがあるみたいで、これはその面白いですね。わーっと今来てるんですけど、このシャーマンっていうのはこの木とかこう精霊とかこう自然とつながることによって、その会話をすることができるんですけれども、それと同じように太陽とつながることによって太陽と、会話するというか、太陽とつながることによってその古来のものとかこういろんなものとつながることができるみたいなんですよ。このエネルギーと、ちょっと手が回ってきた急になんかそうなので、そう太陽とつながるっていうことはものすごい大事、人類として生まれてものすごい大事なものになるみたいなので、あーなるほど、そういうものがあるみたいですね。でこの日本っていうのはその日出ずる国、太陽が一番最初に出ますので、時差を見た時にもそうだよね。それをね言ってる、なんか手が回るな、なんだろう、ちょっととりあえず回しておきますね。なるほどなるほど、あなるほど、この本当のパワーを、自分が感じることができるのと、本当のこのエネルギーっていうので、あとはその英知、なんかこう余計なものとかっていうのをもう全てこの太陽のエネルギー、これ結局グレートセントラルサインにつながってみたいなので、その本来の、創造主ですね、ソースとか創造主とか源のエネルギーと同調しますので、無理のない形で私たちがシフトしていけるいくことができる太陽ですね、はい、これがすごい大事になってくるみたいですね。もうちょっとヒーリングしていきます。昔の人々のこう信仰の仕方、太陽のエネルギーを取り入れるやり方っていうのがちょっと見えてるんですけれども、目から太陽を見て、太陽を目からこう入れていく光をですね、太陽の光をなるべくこう体で浴びるのもそうだし、目ですね、ずっと見るのはあれなのかもしれないですけど、こう光っていうのはこう目の中にこうわーって入れていくのがいいみたいなので、なんか太陽を見るってことですね。 それでこう昔の人たちっていうのはそのエネルギーを体内に取り込んでいたっていう今イメージが出てますね。あとはその太陽を浴びる、
とにかくこう太陽を浴びるっていうことで分かるみたいなんですよ、自分自身が。なので、太陽を浴びていくっていうのが来ています。はい、まだねちょっとヒーリングのエネルギーつな、続いてる感じがありますけれども、面白いですね。急に今日は、10月の11ですね、10月の10日に撮ろうと思ってたんだけど11になって、昨日スリアの誕生日だったんですよね。あのスリアっていう息子の誕生日で、急に太陽神が現れて、あの太陽とつながってヒーリングをするっていうのが、今日降りてきたんですけれども、太陽神光か、なるほど。私たちが、多分これを見てくださっている方、私もそうだと思うんですね。やっぱここの地に行ったり、私名前にも太陽っていうあの火が入るので、あの太陽の信仰をもろしてたんじゃないかと思うんですね。それであのこれを見てくださっている皆さんも、そのやっぱ要素がすごくある方たちだと思いますので、太陽とねどんどんつな毎日出てますから、太陽とつながっていくこと、これがあのアセンションにすごい大事だっていうことをあの強く伝えてる感じがありますので、ぜひね、つながってみてください。で、このヒーリングはソース、創造主、そしてグレートセントラルさんですねと同調する、太陽神スーリアのヒーリングになりますので、まあ、それによってねもう本来の私たちっていうのはあの創造主ですから、創造主である自分自身っていうのも自然に思い出すって感じですね。思い出したり感覚として分かってくる、なんか分かってくるっていう感覚がもっと出てくるようになると思います。はい、これからはその太陽に導いてもらう、光とか太陽に導いてもらうっていう、本当にその時代が来ています。道をね、道が分からなくなった時に太陽が毎日出てますから、太陽を 見る太陽を見ることによってメッセージが降りてくると思いますので、それに導いていただくといいんじゃないかと思います。はい、じゃあ今日は太陽神スーリアの、ヒーリングをさせていただきました。ではでは。